雑談。大昔マイコンと呼ばれていたパソコンでゲームを作るなら、キャラクターのドットを打つ必要がありました。だいたい1980年前半ぐらいのことだけど、ほとんどの場合グラフィックツールなんてありません。みんなデータで、つまり数値でドットを打つ必要がありました。そんなんでどうやって絵を描くのと。古の記録として、当時のマイコン少年はどのような感じにドット絵を描いていたのかをお教えします。まず16進数というのがあります。これは普段使っている10進数に対して16で1つ桁が繰り上がるもの。10進数は0から9で10になる。16進数は9以上の数値として ABCDEF が当てがわれ、 F 以上で10になる。1桁が A は 10B は11と同じ。そして16進数の数字が1つあると 4×1 ドットの絵が描けます。これは0、1になると右が塗りつぶされます。これは2、隣を一つ塗りつぶして一番右が戻ります。これは3、1プラス2で3です。これが4、また一つ繰り上がりました。5、6、7、8と繰り上がっていきます。これが9ですね。8プラス1で9。これは A になります。つまり10。 B、C、D、E、F とF で一通り塗りつぶされます。4ドット幅の絵が表現できますね。ということは、16進数は2つあると8ドット幅が表現できます。例えば 4E だったらこう。これが8つあれば 8×8 ドットのモノクロ絵が1つ出来上がるという寸法です。つまりこんな絵だったら1875EFFFF7E7E18 ということになりますかね。合ってるかな。方眼紙に書いて目で数えて読み取る場合が多かったようです。私は十字を引いて絵を描いたら、なんとなくの位置で拾っていました。学校で友人からポケコンを借りて、授業中にペペペペペペッといじって、ゲーム内容やドット絵を良くするようなことをしたことがあります。あー、まあ授業は真面目に受けた方がいいですね、なんて。なお、カラーにする場合、ファミコンのように3色で構成されるなら、同サイズのドットエータが2枚あれば済みますね。重ねた上でそれぞれのドットを見て、何もない、1だけある、2だけある、両方ある、という組み合わせが4つだから、抜きと3色が表現できると。また実際にはデータ圧縮を行うこともあります。例えば0を00000000と書いてしまうよりは 0×8 と書いてしまった方が短いと。なんて、データでのドットの打ち方に比べれば今は楽なものですが、楽になる以上に複雑なテクニックを要するようになりました。比較にはなりませんね。でもまあ原点を見るというのはなんか面白いでしょ。